関西補給所ラッパ隊によるラッパ吹奏です。ラッパ隊が携行するラッパは信号ラッパという種類の楽器です。ラッパ吹奏の目的は号令、命令、警報などを伝え部隊の行動を統制すること、士気を高揚すること、態様を整えること、敬意を表することです。また起床、食事、消灯といった日常生活においても推奨されています。本日のラッパ隊は11名で編成され、指揮者の統制により10名のラッパ手が吹奏いたします。本日は陸上自衛隊観閲式の実施要領に基づいたラッパの吹奏をお楽しみいただきます。観閲式とは各部隊等の総隊記念に行われる記念式典です。通常式の進行に伴う演奏は音楽隊によって実施されますが、本日はこれらをすべてラッパの吹奏で実施します。まず観閲式の開始に先立って国旗が入場してまいります。国旗に対する敬礼の際、君が代を吹奏いたします。それでは気をつけ、君が代、休め、お聞きください。観閲官に対し吹奏する栄誉礼です。栄誉礼は観閲官である将官などに対し行われる敬礼です。この際に音楽演奏やラッパ吹奏を実施します。栄誉礼の最初に吹奏する官譜の回数は将官などの階級に対応しています。宇治駐屯地司令に対しては官譜を2回吹奏します。当初に同一フレーズが繰り返されますが、この部分が官譜です。それでは官譜2回の栄誉礼をお聞きください。観閲官が巡閲を行います。巡閲は観閲部隊指揮官の案内で観閲部隊の異様および士気の高さを確認いたします。その際にも音楽演奏やラッパ吹奏を実施します。それでは巡閲の譜お聞きください。
ているラッパはトランペットなどの金管楽器と異なり、バルブがなく穴を押さえて音階を奏でるのではなく、唇の形と息の強弱により音を吹き分けています。音階はソ、ド、ミ、ソの4音階しかなく、吹奏曲はこの4音階で構成されています。またラッパも他の金管楽器と同じく管を巻いて作られています。巻き回数により三つ巻きと二つ巻きの2種類に大きく分けられます。陸上自衛隊および航空自衛隊のラッパは三つ巻きですが、海上自衛隊のラッパは二つ巻きのため見た目が少し長くなります。見た目は違いはありますが、2種類ともに管を伸ばした時の長さは約2メートルです。ご覧になる機会がありましたら確認してみてください。巡閲が終わり、観閲館の式辞の後、観閲行進へと移行いたします。観閲行進の準備を完了した徒歩部隊が観閲行進を開始いたします。それでは部隊が行進している様子を想像しながら早足行進お聞きください。それでは戦車等が行進している様子を想像しながら車両行進お聞きください。ありがとうございました。
ここで関西補給所ラッパ隊のメンバーを紹介いたします。指揮者総務部イクボイッソー、はい、吹奏者総務部長谷川二層、はい、調達会計部神田二層、はい、高橋三層、はい、装備計画部富永二層、はい、補給部尾形二層、はい、本谷三層、はい、原三層、はい、整備部鈴三層、はい、村山三層、はい、王子三層、はい、以上のメンバーです。これで関西補給所ラッパ隊によりますラッパ吹奏を終了いたします。ラッパ隊が退場いたします。退場は駆け足行進です。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。